8月4日の朝5時46分の相場解説、日足からなんですけども、やっぱりこのゾーンですよね。このゾーンに、打たれて、これです。このゾーンに打たれてですね、まあ、下の方に行くんではないかなというふうに感じられますけども、ちょっとね、4時間と1時間の動きが変わってきてるんですよ。4時間ですね。4時間は、どうもね、右肩上がりにこういうふうになってるんじゃないかなと思いますよね。こっからはこういうふうに動くと。ただどっかでこういうふうに下に大下がりするんではないかなと思うのは変わらないんですけどね。で、1時間ですけども、1時間も顕著でですね、もう私の考えでしたら、このゾーンで下に行くのかなと思ったんですけども、どうもですね、ここを足がかりにして、上の方に、安値切り上げ、高値切り上げを作るんではないかなと思います。まあただね、これがね、このまま下に行くこともありますんでね。ちょっと今日は様子を見ていこうかと思いますけどもね。はい。でね、今日ちょっと話題に出したいのが暗号通貨なんですよ。通常暗号通貨は別のコーナーでやっているんですけども、リップルが33円になりましたね、XRP が。私期待してなかったんですけども、どうもね、私の平均取得単価43円に、あと10円というところまで虹寄ってきたんで、まあ、これがね、43円になってほしいなっていうのと、まあ、50円とかね、100円とかになればもっといいんですけども、まあまあまあ、決済しなくてよかったなと思います。まあ、こういう感じでね、やっぱ長期、数年とか、10年とか20年という形で持っていくのが、暗号通貨の攻め方なんだろうなと思いましたね。まあ、水物ですからね、焦って狼狽売りしていいことは全くないということですよ。損切りではなくて狼狽売りなんですよね、あれはね。ビットコインも120万、またつけました。ということで、ビットコインなんですけども、これ多分ね、115万とかが底値になってきて、今度ね、130万とかを目指すんじゃないかなと。いやいや、これね、一時期200万とか超えたでしょ。ね。あのね、戻しますよ、きっと。で、本当に250万とか300万とかっていうのに、戻っていくんではないかなと思い始めましたね。ちょっとなんでそういうことになるかっていうのは、長くなりますんで、別のコーナーをね、作りますけどもね。ちょっと待ってくださいね。で、ADA です。ADA も、もうね、14円を割らなくなったかな、13円を割らなくなったかなっていうところでございます。期待が持てますね。12円がボックスの下値になってるのは変わらないです。ここね。で、今度は13円が下値、レジサポ転換してますからね。13円が、14円ですか。14円が底値になりそうなんで、ADA ね、本当にね、10円突破するまで、ずーっと買い増してきてよかったなと思います。10円を超えて買っても悪くないんですけども、やっぱりね、一桁円の時にセンスを感じないと、なかなか大きく利益を取ることはできないんじゃないかなと。だから10円で買った人ってすでに 40% 以上利益出てますからね。すごいですよね。いや、ADA もね、本当に力つけてきたなというところでございます。では、今回は以上です。